断崖の様子高陽機中津橋は、埼玉県秩父市、奥秩父北東部に位置する渓谷。新大滝川もしくは、中津渓谷や中津線渓ともいう。紅葉で有名な渓谷で、見頃は11月上旬あたり。荒川上流の中津川流域の渓谷で、塩沢集落から、中津川集落にかけての長さ9キロメートル。断崖の高さ100メートルの大きさ。 標高約600メートル。奥、秩父を代表する渓谷の一つである。流域は、秩父湖清層と呼ばれる砂岩やチャート年番岩などが、主体の硬い岩盤で、絶壁を有した深い V 字国を刻み込みながら蛇行し、釜や木岩を随所に作り出している。樹木は、漆の木、七かまどもみじなどが干渉できる。埼玉県指定名称であり、 観光地として、渓流釣り、山菜採り、もみじ狩り、栗拾いが楽しめる。キャンプ場、サッカーやソフトボールができるグラウンド、日帰り温泉入浴施設などがある。平が原内設計の住居、原内居、体験型学習施設、あやの国ふれあいの森などがある。1943年3月31日、埼玉県指定名称に指定された。また、 1950年4月27日に、秩父多摩国立公園の区域に指定された。ありがとうございます。